さあ始まりました、満劇メンバー人見知り芸人配信。本日 MC はギヨンの桜井です。よろしくお願いします。暗いの、おい暗いの。いや、ちょっと頼みます。今日配信を見てご覧になられてますから、皆さん始まってますよ、もう暗いって暗いって。ちょ、今日イエーイみたいな言って、みんなでもっと。お願いします。嘘ではそんなことできないよ、我々。本当に良いと思わないとできないです。めちゃめちゃ真面目みたいなんで、自分でちゃんとタイトル通り。違うって、普段こんなん。いや、頼みますよ、ほんまに。人見知り、お前人見知りやろ言うて集められて。そんな人見知りをこんだけ集めて配信おもろなるわけやん。これで、あ、私も人見知りなんだけど、この人たちみたいに明るく楽しくって言う人も多分見てるから、おもろなるわけやん。集まるのが一番嫌いなんですよ、僕ら。そうちょっと多いけどな、確かにな。このご時世見た、なんちゃん今日なんちゃんなんちゃん一人だったね。一人だけでした。なんちゃんぐらいやらな。なんちゃん一人頼みますよ、本当に。さあ巻いて大丈夫ですか。巻いて大丈夫ですか。さあ、ということで本日の出演者の、皆さんです。本日はよろしくお願いしまーす。お願いします。ありがとうございます。さあ、本日はですね、人見知りの満劇メンバーを集めた45分間の、配信となっておりまして、人見知りであるがゆえの、苦悩ですね、やあるあるを思う存分語ってもらおうという配信になっております。ということで、さすがにこいつは一番暗いよっていうのはこのメンバーでやったらいるんですか。この中やったら、あの人見知りやから誰のことも知らない。だって人見知りやから喋ってないんですよね。周りの交流を取ってないんです。確かに知らんこのメンバー同士で何かしたりとかは今までないわけ。いや、ない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 ですね。このメンバーで、このメンバーで一個一個ありますけど。そうそうそう、組み合わせで7人アメーバではないですよ。何でアメーバ詰まってない。大東と木は割と結構こう交流あるんですけど、でもこう普段別に喋るっていうより、あの家帰ってる時にオンライン上のゲームのこれで会話してますね。それ以外ゲーム上で一緒にゲームしてるから、それではめっちゃ喋ってますけど、キャラクターとしたら喋れる、顔見ないでいいですし、僕だから別に誰と喋ってるってもゲームを返さないと。大東全然普通の、いや確かにそう思ってイメージない。なんで発着出てる方じゃないの。いや、ほんまにそう思ってます。思ってる思ってる。いや、俺エグいっすよ。え、そう、吉野家とか、一人どうしても飯食わなあかん、家に飯ないから、吉野家一人で行かなあかんときとも、吉野家の前でふぅって言ってくる。わかるわかる。そう、いやいやいや、入れる。一人で飯とか恥ずかしい。確かに、むしろその一人見知りは一人でおること慣れてるから、一人でどこでも行けんねんで。あー、確かにね、距離が楽っていう人たちですよね。だって俺、科学館とか一人で回るのやで。それ、人見知りやから館長じゃないですか。お前、館長楽しんでくれてますか。このメンバーだけではということですね、今日はご意見番としてノン人見知り芸人の方にも来ていただいております。それではどうぞ。エビ、バディ、ポニーキャニオンとクラブ DJ。 オーケー。人見知りじゃない、人見知りじゃない。オーケー、頼むわ。ちょうどいいやつおらんの。ちょうどいい人おらんの。人見知りってお前、人見知りなれやねん。人見知りって呼んでるから。嘘がぴょーん。イエーイ、ヘビになっていきましょう。ハイテンション指揮者、ハイテンション指揮者、ハイテンション指揮者。急に嘘だぴょんで、木崎さん、ハイテンション指揮者、ちょっとやってみて。え、急にが、え、なんだっけ、嘘だぴょん、嘘がぴょん、あ、嘘がぴょん、嘘が出てきたっていう。あ、なるほど。ハイテンション指揮者。ノン人見知り芸人の方に来ていただいております。どうぞ。いや、でもまあ、僕、人見知りなんで。嘘がぴょん、ハイテンション指揮者。モニキャニオンとクラブ DJ です。モニキャニオンとクラブ DJ。 イエーイ、何言ってんの。バディ、ヘビ、バディ、バディ、バディ、モニキャニオンとクラブ DJ。 そのまま館長殺してくれ。座ってください。行くぞ。コメディ、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 コメディ
で今井に手つかれた時マジでどうなしようかドキドキしますドキドキしたほんまにほんまに無理してる感じさあということで2人よろしくお願いいたしますお願いしますそれではですね、早速トークコーナーから参りたいと思います、皆様にはですね、今から出るお題に沿ったトークをしていただきますと。それでは一つ目のお題です、こちらどちら、はい、こちら今出てるんですかね、はい、はい、うちわに入れない時の過ごし方ということでテーマがちょっとバカなんかさ、楽屋とかでなんかノリが始まってるとそういう時にやっぱ皆さんどうなんですか、ほんまは入りたいのかとか、それともちょっともうこの部屋からちょっと出、俺に来たら困るしってなんのか、いや 見ときたいのは見ときたいねんね、そうそう、楽しいのは楽しいですもんね、それ見てんの、うんうん、まあ、入りたくはないけど見ときたいから、うん、僕は結構素振りとかですかね、素振り大体、それだから俺はやることあるぞみたいな、そうそうそう、何かはやってるから俺は言わ、はいはいはい、俺にはこんといてでも見ときたいっていうことで、それが素振り、それは素振り、素振りか、確かに木崎さん楽屋に貼るときに、うん、ほんまにみんながわーって喋ってるときほんまに一人でなんか携帯されたりとかノート開いたりしてなんか書いてるんですけど、うん、たまに一人でほんまに書いてんのに聞いてたんか、うん、って笑ったりしてる、全然一緒に笑う、聞いてる、意識はしてますもんね、はい、そうそう、僕俺の中ではラジオ、ラジオみたいな楽しいラジオだったノリを BGM としてそうそうそう、分かるわ、それくらいも面白い、めっちゃ分かります、うわ、それおもろいなみたいなの言わないですか、ああもうそんなんはいいです、もう聞いてるだけで、うんうんうん、リスナーでいいんで僕らは、うん、その邪魔したら、はい、ダメなんじゃないかなって思っちゃう、うん、いや、それで完成してるんで、分かるわ、それをもう邪魔したらあかんと思ってるんで、例えばその、なんかノリがあって、うん、でちょっとその通らないといけない、うん、あるなある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 そこあるわかる、ちょっとボールが行き交ってる野球してる、はいはいはい、はい、だから森氏が野球してんの、野球するだから、なんかもう合間見てあ、いや、ほんまそう、邪魔したらダメだ、高速道路の合流ぐらいむずいか高速道路ドキドキするとこみたいな、あそこ高速道路マジでだから、結構その、ここの大楽屋っていうところでまあみんなおるから、はいはいはい、大乗り、乗りが始まるんですよ、はい、大体、まあ、うんうん、見取り図森山とかを中心に、はいはいはい、で、その大楽屋行くまでの通路結構長いじゃないですか、はいはいはい、エレベーターが、はいはい、で、通路歩いてるうちになんかすごい乗りが起こってるであろう笑い声が聞こえた時に、うん、引き返すことがあるそうなんや、そうとは思わないんですよ、ね、そんな、引き返す、時間無駄にしてますって逆にお二人からどう、みんなこんだけ気使ってんねんて、入りたい、入りたいわけでもなく、はいはいはい、邪魔せんようにでもいときたいみたいな、そんなの伝わってんの、伝わってないんで、いや、でも自分なんか楽しい、そうです、僕はだから結構森山さんに一緒にこう引っ張れて、うん、どんなんやってんの森山さんと普段は、普段はだからほんまにその広いスペースで、うん、あのガムテープぐるぐる巻きにしたやつで、うん、野球やったり、めちゃくちゃガチの野球やってるやつ、俺なやってる、結構ガチのあれの終わり方大体先輩に終わってすいません、先輩に当たってすいませんってなんかガーってなってあっこをなんかだからそのほんま申し訳ない感じやな、通るの、うん、そうそうそうで、すいませんって通っても、うん、まあ、鳩通った鳩通ったみたいな、そうそうそう、それもノリでいつの間に入ってんすよそのノリで、なるほど、鳩になってますね、うん、いや鳩通るか一回一回だけでって、鳩だから、ね、確かに通っていく人たちはほんまに迷惑がってるんですよみんな、うん、顔的には、うん、じゃあこれ例えば鳩通ったって言われたら、はい、正直言ったらどうすんの、僕じゃあ鳩になるってことですか、だから俺らがこうやって野球やってるってことで、鳩がしょしょあのすいませんみたいな感じで入ってきて、はい、すいませんみたいな感じで、鳩や、あ、鳩、ちょっと鳩入ってきたんでストップしましょう一回餌くれよ。これできたら入れんねん、こうやってこうやっていったら入れるんやん、が違う違う、鳩見つけるから、じゃあこれやらすのもなんだそうだ、ちょっと待ってください一回見てるから森山さんすいません、ちょっと鳩入ってきたんで一回ちょっとストップしましょう、はい、うまっ、うまっ、うまっ、餌くれな、カキーン、もうやばい、いきます、いきます、やめたって、いきます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 
そう。ヘイさんこれだ。カキン。オッケーオッケー。ここ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 。バット。野球ボールやんか。見本がやばいって見本がやばいって見本がやばいからじゃあ滑んの壊れだけや滑んの壊れだけ強心臓だけやだ強心臓芸人今度からこれをやってくださいいやいやいやこれでいいんですよ俺このメンバーがあれやったら森山がビビるってそんなにえっ例えば何か森氏が何かビビる何なんすかってなるからでもだって木崎さんとか野球やってはったじゃないですかうん、だ一回打ちたいなとか思わないなんなのその意見いやでも野球やってたじゃないですかっていう意見発想が欲しい野球やってから野球やってから一回打ちたいなって確かに確かになるよねなるでしょなるでしょけど僕はあのイップスって言ってその、うん変なとこ投げちゃう病気が投げたいじゃん森山が投げたらもう打てないのよイップスなる人は 100% 見せる森山が心が壊れてる心がもう閉ざしてるやん完全に一回森山の草野球で僕セカンド守ってた子だって絶対に守りましょうねって森山に言われてまほんまに土正面の セカンドこうやってこうやったことあるんですよ普段やったら何角取れる普段やったらこうやって取れねえからミスしたミスしたからミスしたからミスしたから一番最悪そんな尻餅つくの一発やん一発一発やんもうこの後に仕事あるからってそれ最後に書いてあるすいませんほんまかってそれ最後に今聞いたらほんまかって仕事ほんまかって思った仕事ほんまかって絶対嘘や仕事ほんまかって絶対嘘ですやん確かに、お女子はどうですか確かにね山ちゃんそういうグループはよく読するよなそういうグループあ、女芸人女芸人の仕掛けみたいなそうです、よくまあ、ここの万劇の楽屋はそんなに区切られてないんですけど別のなんかライブの会場に行ったら女性楽屋っていうのが劇場ごとにねててそう入ったらまあ女芸人が本当に先輩方がぶわって後輩っていうのもあるしねってはってなんかもう女性特有の空気感もうここの楽屋と全然違うんですよ俺ら分からんちょっとそう逆にノリとかじゃないんか会話とか会話とかもなんかそのなんかこの間の仕事とかなんかコスメとかなんか結構女子っぽい。意外と。とかなんかもうそれぞれ一人一人なんか自分のこと結構こうなんかメイクとか直す時間とかみんなあるんですよ。あじゃあなんかノリが始まったりとか。コスメのノリはコスメのノリ。コスメのノリは。ないの？こうやって全然やっててで普通横ってくださいね。普通横化粧して。いや最近ほんま肌ちゃ結構綺麗になってきてるなこうファンデーション変えた方がいいかなそうなん、うん、これ大事やねんうん宇宙の更新です嵐が届いてますこれを呼ばんならこれじゃ成立せえへんと思われてたってことだ失敗すんのやめちゃめちゃ邪魔なんだよ失敗ですよ今井さん私が届いてますよなんて言うのめちゃくちゃ遠いねんだよ受信したってことねえあんまこの二人のノリ見たことないこの二人結構上手いこと言ってる意外とやんねんけど意外とやってるやつよやってる今井さんと僕のノリまだ成功してくれたうまいこと盛り上がったら山崎さんにやってもらおうと思ったけどやめとこわこれめちゃくちゃ人見知りが人見知りの逆が全員人見知りが全員だめっちゃレアよ人見知りの応援対局じゃないねん社交的とかじゃない違うもん次元が違うベクトルで人付き合い下手やろ同じぐらいだバレたさあじゃあ2つ目のテーマいきましょうかさあ、続いてのテーマですこちらでーすはいガラケー入ったらもうなんか何回か出てきましたけどねこの人おったらうわ今日いるんかってなる人、もうこれはもう先輩だろうがもうちょっともう言ってもらいます今日は、ね、森山さんとか森山とか森山どうなんでも優しいから、はい、その優しいクラスの人気者だよねはい、だから陰キャにも話しかけてくれんねん、はい、まあ自分で陰キャっていうのはめっちゃ抵抗あるまた言ってましたね
みんなもうんうんって聞いてる。森は優しいから、はい、そのね、なんか、はい、邪険にせえへんから、だからその野球も誘ってくれるんで、それは嬉しいんです、うんうん、ただ誘ってほしくない時はあのラップの時、ラップはラップの時だけはちょっとあのもうスーッと逃げます。あのビートが聞こえてきたらスーッと。あれだけは仕事やって、そう仕事やって、急に歌ってたらなんかようよう追い出しみたいなんでバーっていきなり絡んでくる。とかでどか行くの。乗らへんねや。絶対乗らへん。ベロや。難しいな。後輩やったらいかなかった。ソファーとかで、うん、頭にこう今井とかと座ってる時あるじゃないですか、うん、はいはい、この今井が、うん、森山さんにバー連れて行かれた時に、うん、そんなわけないんですけど、うん、ずっとドキドキしてるんですよ。わかる、わかる、わかる、そんなわけないんですけど、わかる、来るわけないけど、来るわけないけど、ずっと聞いた。聞いてて、ね、ずっと聞いてて、これ自分やったらって思うんですけど、答えないんですよ。シミュレーションもにもないから、ずっとドキドキして、ずっとドキドキして、携帯も入ってけへんし、はいはいはい、なるほどね。うわ、森山がやっぱそうなんや。森山しか森山さんにでもあります、あ、うん、先輩とかじゃなくて、後輩の後輩もいる。え、後輩の中身の後輩の輩でしたよ。明るい後輩とか、アンビシャスとか、あー、なんかその、別にいいんですけど、そのなんか先輩らしくいとかなあかんっていうので逆に緊張して、で普段じゃない僕で出しちゃうみたいな、そういう緊張してしまうんや。長見さんみたいな感じで来るんですよ、ノリみたいな。ウェイスウェイス、僕じゃないのに、そうやな、今ちょっとめちゃくちゃ感じでウェイス、うわ、僕じゃないことやってるっていうのが長見の気がする。なんかその向こうから来たからこう来て、でそっからもう小声になるみたいな。なるほど、なんか反省して急にもう言うても劇場で上の方ですけど、上やから、はい、だから ほぼほぼだから無理無茶ぶりはしてこんよね。だからその後輩、うん、ただ可愛い、あのアインシュタイン可愛いとか、はい、東京進出しましたけど、はい、可愛いとかはさっきの生身と一緒で、その俺のは先輩やね、うん、ただ明らか漫才劇場を背負ってますやん、可愛いが、まあ結構なんかね、はい、いろいろやって、で俺のが先輩やね、はいはい、俺は可愛いに背負われてるんかなっていう、そのなんかなんていうんかな、そのなんかこの自己嫌悪みたいのに襲われるから、かわいは何も悪ないね、かわいは何も悪ないねなんけど、俺が勝手にそれに比べて俺はゾーンに入ってしまうから、ネガティブ、ネガティブゾーン、キラキラすぎるね、キラキラすぎる、かわいは何も悪くないね、あいつめっちゃいいやつやから、はい、いいやつや、キラキラせんといてくれ、キラキラせんといてくれ、もうだからまさかのダメ出してくるからね、あが服くらいとか言うから言いますね、確かに。何よりで、あの、ユリアン。あー、ユリアンは、うん、一番ほんまに、ノリを仕掛けてくるってこと？いや、ノリ仕掛けられたりとかあんまないですけど。ユリアンどうする？いや、後輩です。後輩。ユリアンは一番こう、やっぱもう、あのギンギンギラギラやし、ね、笑いにも笑いってなってる、うん、だからもうほんま究極のやつをたまに出します、ユリアンとかおるときは。究極、あのほんま奥の方で、あのイヤホンでなんかダンスかの振り考えてるふりします究極やな、ダンス、ダンス店員さんのやつ、ユリアンがもうあのイヤホンつけてるんか、絶対来られへん、絶対来られ、絶対無理やん、喋りかけられへん、なんかダンス最近踊んねんなって、最強の必殺技を使います。全ボケやもんな、その会話が全ボケやそうなんですよ、ちょっとボケてる、普通の内容はあんま言われへん、言えないの、うん、お二人がなんかいじってみたくなる人って逆にいるんですか、まあ、このメンバーじゃなくてもいいけど、うん、あいつこっち側に引き込んだらもうなりそうみたいな、このメンバーでもいいですけど、いやだからそれこそやっぱ普段これで明るいとかわーってやってる人じゃなくて、うん、そうじゃない人いじった時絶対思うじゃん、なるほどなるほど、でそれこそ僕はやっぱ永見さんとか、一回なんかあったんですよ、そのなんか僕も先アンビシャスじゃないですけど、なんか永見さんが学校普通に奥でこうなんかなんやろ、なんか紙とペンでなんかやってたんですけど紙とペン、なんかやるやん、なんか言ってはったんですけど、なんかそのまあ、プレマスみたいなね、おで、なんかロリみたいな仕掛けて、うん、なんかこう、おうみたいになって、うん、ちょっとトイレ行こうみたいな、長井さんがバーって、うん、あ、いらっしゃいって言って、長井さん最後トイレ行くときに扉の前で俺はもう全然わかる、覚えてる、その一日だけの僕なんですよ、それもうそのその日限りの、その日限りのその日限りのやつ、ワンデー長見、俺らが破ったからは再生するから、そのこと知らない
けど、そういうことをして皆さん、そういうので、はい、確かに一回長見僕も、はい、まあ楽屋とかじゃないですけど、うん、NSC でなんか配信のライブで、うん、ローションを使ってなんかやるっていうイベントがあって、うん、でほんま大教室広いとこでローションまみれになってみんななんか腕ず、相撲したりするみたいな、うん、でその時に僕長見もおったんで、うん、長見と長見がローションなんてするなんて考えられないじゃないですか、イメージがね、はい、うん、で僕は何かなれと思って長見にめちゃくちゃ絡みつくみたいな、でもぐるぐるって絡みついてなんかもうほんまに長見ともうぐっちゃぐちゃになったんですけど何にも起こらなかった。うっさやろ、ローションで何か起きるやろ、ローションで何か起こさない、起こるわよ、ちょうどそのなんかこうあーってやられてきて、僕はもうまず意味を考えた。これは何でこれをやられてるんだ。で、その時綱引きの一環だったんですよ。綱引きやってて、引っ張りやってて、綱引き終わりでそのグワーってなってて、でそこでこう絡んできたから、あ、これは縄になろうとしてるんだ。あ、なんか綱引きのね、こういう縄になったら、綺麗に縄になったら面白いんじゃないかってやろうと思ったら、ローションの滑りで全然縄になる。聞いた、だってなんか慣れって思ったんですか。そんなこと言う、そんなこと言う、縄ないじゃん、なんか理由を探すんですよ、そうそう、あ、なるほど、なんか慣れは嫌ですよ。で、それで反省してさ、はい、今やったらなんかなるかもしれへんよな、今やったらもしかしたら全然なんかなんかなるかもしれへんよな、せや、ちょっと長見一回って、ね、俺も見た通りローション、何もない、ローションはなならへんかったら言うてたし、特なヘアローションや、ローション、特なヘアローションや、あー、なるほど、なるほど、うわー、うわー、めっちゃ滑る、ちょっと待って、やばい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 、なんか考えようよ。なんか考えようよ。こっちが悪いわよ、絶対。なんだお前。絶対悪いから。なんで全部今の絡んでくるの。ここですね、かしこまりました。現場検証します。あれ、はい、警部。確実に、ただいま9時24分。長見今井両名滑りました。見てたよ。鑑識鑑識の人も全員見てたよ。全員わかる、見てました。あのショータイム立ち上がった時ドキドキしたよ。なんかやだな、なんか一応足腰グッとします。もうするけど答えないんですよ。答えないんですよ。じゃあ3つ目いきましょうか。はい、3つ目のテーマです、こちら。美容室では なるほどね、ケーキに行きますよね、これとしてる、うん、これめっちゃ分かれますよね、その美容室のお手から行きましょう、どうしてる、どうすんの、僕はちょっと自分で聞いてる。いや、さっきの帰ってくれ、マジで帰ってくれ、マジで帰ってくれ、玉みたいな言ってるわけないから、言ってるわけない、玉もうちょいやったやん、美容室じゃなくても。僕はあの美容師さんとめっちゃ楽しく喋って、いやー、今日は休みなんですか、はい、みたいな言われても、はい、普通にもう全然僕からも全然美容師さんにめっちゃ質問とか、あ、こっちからも、はい、話膨らましたりとかして、もう美容室というそのあの時間をすごい、うん、あの楽しいものにしようとします。なるほど、わー、すごいわ、こちらの皆さん、ないない、どうだった、いや、私も同じ美容室に3年ぐらい通ってるんですけど、最初はあの僕と同じじゃうね、自分は最初は結構喋りかけてくる、そう、男性の方が担当してたんですけど、うんうん、徐々にあまり喋らない男性に変わっていって、私がそのやっぱり会話苦手だったのをやっぱさせてるんだろうなと、そしたらもう3年後ぐらい、今はもう無駄な話を一切しない女性が担当してる。あの人、あの人、それなんだって、技術ないよ、願ったり叶ったり、どうやな、最高やな、あれ、我慢してよかったな、最初の方喋ることによって収まってんちゃうと思っちゃうねん、その分手を動かしてほしいわっていうことですね、で、僕は芸人って言ってます、皆さん、いやー、言ってないですね、でも聞かれるでしょ、だから僕は仕事は、うん、あの缶詰工場で働いてるっていうか、缶詰、はごろもふず、はごろもふず、仕事なんですかって時あったんですよ、一回、はい、まあ、工場で、はい、やらせてもらった突っ込まれたらどうするんですか、でも工場ですか、へー、だから俺美容室行く時は、あの工場 の、うん、あのそのバックグラウンド全部考えたから行くよ、へー、めんどくさいな、めんどくさい
際言うそうやって言って、いや、ヒューマン中村さんですよね。確かに。あ、だから、そうやんね。僕もだから、5年ぐらいずっと同じとこ行ってて、はいはいはい、全部言われなかったら、ついにこの間の R1、うん、あ、はいはい、言われて、言われたよ。言われた時に、ああ、しか言えなかった。それちょっと、5年嘘ついてて。リスク高いわ、それなの。5年缶詰で嘘ついて。その、知ってんのに言われへんやつ、その、実は、いや、僕も芸人って言わないんですけど、うん、もう知ってたんやっていうのが、なんか切り終わって、すいません、ちょっとこのインスタ用に載せていいですかって言って、うん、ストーリーでこう、ちょっとぐるーっとだけお願いします。うん、ああ、わかりました。仕上がりをね、撮るはずですね。ぐるーって撮って、うん、撮った人が、あ、何も面白いことしないんですねって言われて。それはでも、いやいやいや、知ってたんかいと思って。それはしんどいわ。それは美容師さんがちょっとあれやわ。そんなんないよな。そうですか。対処法はないよな。いや、ありますよ、もちろん。俺もあるし。いや、その、いや、そんな視線をくぐり抜けてきたんですよ。え、そのグループ撮られて撮るだけやね。はい、いける撮られて言われるんでしょ、うん、うん。全然、ちょっと言ったことないですから。なんでそんなんしてくると思いますもんね。ちょっと聞いた感じは、あの、一瞬ぐるっとインスタで撮らせていただいて、多分わかると思いますけど。はい、お願いします。誰が2回やつにやらせていいの？今で半周しました。どこから見ても坊主やって。はいはい。あれ、何も面白いことしはらないんです。なんでなんでだろう。おー。よし。おー。し。オープンし。キャラス。はい、ジムね。はい。はい。せーの。何回チャンスやったらええねん。やってくれ。やってください。やるか。やってください。やる。美容師の教育やる。テラスやって。テラスやって。鏡に向かって。オープン何かで合わせるゲームやったんですか。帽子ゲームです。こんな美容師おらん。まずこんな美容師おらんから。そんな。それは普通に嫌ですね。言って。確かに。どう芸人言ってる。言ってないです。僕も一番おしゃれで言うたらやっぱり平川。時間ぐん抜いて僕は時間かかるもんな。あの、自分で切ってたんですよ、ずっと。え、切ってて、何歳までですか。28。28まで切ってて、で、これはいかんとなって、はい、切りに行ったんですよ、ちゃんと、うん、で切りに行って、で、そのほんまに髪の毛が直毛すぎて、うん、そのクッてなるんですよ、着てる時に。あ、なるほど。で、もうパーマ当てた方がいいですよって言われ続けて、いろんなところで、はい、で行って、でその初めてのとこが安いじゃないですか。そうやな。で行って安いんですけど、バッチリ喋ってくれるんで初めてなんで、ここ苦手やなと思うんですよ。でそっから次のとこ次のとこって行って、もう今難波から始まったんですけど、天ヶ茶屋で来てますよ。めっちゃお金やん。このままやと南へ南へ。どうしたらいいのが下がなるんですよ。早なんか行って、そんなとこまで大阪で大阪出てまうんで、その前に僕たちの美容師が、僕たちの美容師さんに出会うまで山崎さんに紹介してもらってください。大東とかどうなの。いや、僕だからもうまずもう行かないんですよ、あんまり。もう嫌やから美容室、髪の毛だから年に2回か3回しか。そうだね。もう伸びないですよ、毛も。しゃべりたくなさすぎて、喋りたくなさすぎて、しゃべりたくなさすぎて、これ以上そんな都合でね、これ以上伸びないんですよ。それじゃ本当にもうだから4ヶ月に1回ぐらいしか多分切らないんですよ。これ以上伸びるとこ見たことないでしょ。ここでカチンって言いますよ。全然怖いやつだよ。方向がここでこうカチンくんや、ちゃんと天井を取るや、ハマる、掃除機の赤いラインのね。これ以上ダメだよ。そんなことあるね。さあ、それではですね、ここからはですね、次のコーナーに参りたいと思います。はい、続いてはですね、皆さんの漫才劇場での過ごし方、紹介していただきます。ということで、まずはホワイトボードお願いします。興味あんね。見てる人らはここ来たこともない。そうですね。なんかイメージできない。わからんやん。ちょっと今ホワイトボード入れてます。少々お待ちください。わざわざこんなでかでかいよ。何を思ってんねん、俺らのこと。ニヤニヤしながら作ったやろ、これ。なんで好きなとこおったらあかんの。映せますか。これもうちょっと大きくなるかな。見えへんよね、見てる人はね。わかる。いいですか、光の反射でちょっと。あ、これですかね。見える、大丈夫、白いね。
はい、そっち消した方がいいですか、まあ、確かに、なんかそういうコメントどうですか、見えてるのか、放送ではちゃんと見えてるのかな、めちゃめちゃ明るいですね、見えてます、真っ白、大丈夫ですかね、もうちょっと角度か近づけろ、それも大丈夫もない、なんで僕らがより見えるアドバイスしてる見てます、はい、ということでございまして、こちらがですね、まあ、漫才劇場の大楽屋といいますか、まあ、6階のこういう、なんかこういう形でな机とか、まあ、自動販売機がここにあってみたいな、一応そういう図やと思ってください。で、ここで皆さんはどこの位置でどう過ごしてるのかというのを今日は聞いていきたいと思いますなんで、まあ、ちなみに、はい、今配信してる場所はここら辺なんですよね、そう、あ、まあまあまあ、そう、はい、今この辺ということで、そうですね、そこか、はい、これが分かったとてやる、この青で囲んでるとこは一応個室なんですよね、はいはい、でもでっかい広い一番大きい楽屋ですね、うん、ここはなんていうの、もう通路でもあるし、なんていうやろう、うん、広いね、なロビーみたいな、机なしオフィスみたいな、確かに確かに、はい、みたいなイメージなんですけど、もうでも大体決まってきてるよね、まあ大体ここにはこの人がおるみたいな、うん、まあなんとなくこっちが若い子っていう、ね、そうですね、そうですね、奥なんでね、うん、ということで、じゃあどうします、一人ずつなのか、ここにいる人にするのか、だからここにいる人、じゃあ急に一番先輩なので、はい、あどちらに、急にはヒューニーはどこにもおらんのか、そうね、油井さん、この裏にね、はい、人の名前のマグネット、あ、なるほど、急にこの辺ちゃいます、いや、そうですね、イメージ、いや、それがな、はい、お前らはそう思ってるだけやろ、はい、俺はほんまは、うん、ほんまは俺、道具屋さんに抜けたところのベローチョーねんか本気でそこベローチョーそこらやっちゃうやん、どうしてもその入り口近くやったらここに行かなあかんけど、ギリギリまでここにおんねん、ユーニーはベローチにいる、そう、空き時間だからね、そう、3時間とか空くときあるじゃないですか、なるほど、はい、劇場の寄席がね、通してあったりした、はい、道具屋筋を超えたところにユーニーはいる、そうですね、1人目でごめんなさいこれ無理やって、じゃあほんまにリアルなの教えて、ほんまにリアルなのを、で、お二人に最後聞きますから、なるほど、ね、行為どうしてくださいっていうの、空き時間とかみんなどうしてんの、確かに、大岩氏、僕は、うん、大岩氏もわかるわ、もうここせやせや実はここに僕椅子あるんですよ、せやねん、ここの壁に何でここか、ここか、じゃあ基本的に後ろ向けたい、背中やっぱ向いてなるほど、はい、確かにこういう、どういう感じ、そうですね、この辺ですね、大岩さん、ここのソファーでたまに死ぬように眠ってる時酒飲むすぎて、じゃあ大岩氏はまあちょっと、若手の方かなにちょっと寄ってるっていうイメージですね、そうですね、石はどう、僕はでもね、割とね、はい、頑張ろうとしてるんです、見たら分かると思いますけど、うん、この今日の感じでも俺だけです、色あんの、確かに、ね、みんなめっちゃ暗い中、俺は結構そういうのなんで、昔は、うん、かけるの時代はここにおるんです、うん、エレベーターのこの隅の、はいはいはい、ここ壁あるから誰にも見えないんです、はいはいはい、確かに、で、そっからここに出てきて、ここはめちゃくちゃほんま居心地いいんですけど、確かに、でもここにいちゃあかんなという意識があって、なるほどなるほど、で、大楽屋とかやっぱ、うん、いけない、やっぱここがおるって、やるわ、頑張ってのそこ、ソファーもだいぶすごいけどね、うん、めっちゃ頑張ってのそこ、ここも一軍ですもんね、結構ね、そうなんですよ、え、憧れ位置的にはやっぱりここが憧れなの、ここに行きたい、ここに早くなりたいけど、ここ、まあ、ちょっと手前まで来た、ここに置いてまうと、うん、すぐ出れない、なんかここやと森山さんが来た、でもこうしか言うのここ、ね、絶対この壁、マジでウロチョロしてるの、石井さんマジであの人がすごいから、ここマジでウロチョロしてる、石井だけちょっと遊牧民やねそうなんです、あんま決まってない、森山はこう動くよね、そうなんですよ、そこをみんなちょっと下げてる、そうなんです、縄張りやからな、なるほどね、木崎さん、僕はもう98%、木崎はもうほんま、僕はもう動かないです、僕はもう完全にここです、僕はこれも理由です、理由があって、はい、ここ、この辺にね、うん、大体ね、九条おって、はい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 、で、しんべヱがおって、はいはい、
で森山、吉田たちがこの辺で、はい、楽しいことをしてるのを見てる。観客席面白いことだったら面白いことしたらってやってで森山がラップ始めたら逃げる。フォーメーションすごい。森山が鍵を握ってんだよ。そう森山さんのラップそんな怖い。怖いよあんな、あのメロディー怖いね。怖いビートが聞こえたら、ね、だから痛いけどすぐ逃げれる。ここタイロをつく、はいはい、キングダムぐらいタイロをつく。これはマジで大事ですね。タイロ大事マジで。木崎さん、はい、ここあれですよね、はい、ここあのこの大楽屋のここ鏡になってるから木崎さんここっていつもこうやって言うじゃない。見えてない見えてない。平川行こうか。僕も平川はここ、はい、平川はでも俺わかるわ。これは平川もうほぼここです。いやー、そこやば。めっちゃ痛いぞ。なんか理由はいや、あの、まあ、皆さんに、まあ、背中向けれるという。そこなんですね。いや、これは確かに。あって、うん、で、まあ、ここがやっぱみんないるんで、うん、ここが混んでる時があるんですよ。いや、ある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 。よくね、よく埋まってるんですよ、ね。混んでる時は、一旦ここで時間潰して。お知らせして最後は逃げますやん。出てきていたらシャーなしであのここ行きます。ああ、はい、立ってモニター何もやってないのに見てる。見てるわ確かに。あの音のない誰かのね。見てるふりして。見てるふり。時間を待って待って待って。なんかこういい場所やねんけど、まあ、店員が4人ない。4人なんですよ。そうそうそう。そう結構すぐ埋まるからな。そうなんですよ。たまに溢れてあの机の椅子のこのサイドにこうやって座ってます。あるな。ライバルないね。あと3人は。ライバルは。だからここをお前が座れへんくしてんのは誰なん。いやでもまあここのメンバー多いしもう、はい、な、お前ここ僕はやってますね。もうようライバルない、ここは。うわ、また多いやん。辻さんとかも。辻さん、辻さん。辻とかもそうやな。で、下田、校庭の下田が。下田ありそうだ。俺コンビニ弁当食ってます。わかるわ。あ、確かに。ね、なるほど。平川はじゃあここに陣取ってると。次、山崎さん行こうか。はい。私はもう一番その後輩というか、やっぱかけるでも。山ちゃん、確かに。もうかけるがこの辺に基本。あ、そうだね。かける基本その辺の。私はもう結構ここのどこどこやろ、そこやろ、ここやここやここの机作れるんですよ。ここここや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 、あ、この辺じゃ落ち着き座ってネタ書いたりするのが好きで、はい、映せます、ここ落ち着きます、ここだろ、すごいことなってるよ確かにね、はい、そこな、ここなるほどな、ここめっちゃ走っとる、ほんまにたまにこの壁の裏とかに、確かに皆さんこれね、ここなんか背景あるでしょ、この背景の裏ってめちゃ落ち着くスペースあるんですよ、すごいですよね、うん、閉鎖空間、そう、そこでだから誰か寝てたりしますよね、ラスト長見、はい、長見はでも分かるわ、僕はですね、うん、よう見る、まああれですね、まあこっちからこっちっすね、うん、はいはいはい、はい、で、まあ、荷物置くところは決まってるんですよ僕、うん、エレベーターのここら辺に置いていて、うん、でそっからそのこっからこう荷物置くためにこう行くじゃないですか、うん、そのこの時の景色を見て、あ、今日ここ座ろうって決めるんですよ。なるほど、なるほど。まずここら辺見て、あ、大東座ってる。あ、平川さん座ってる。ちょっと座りにくいな。あ、山崎おるなってなって。で、もし、もう、なんか人、まばらにおるなって時は、うん、その、ここら辺の椅子を、うん、椅子とともに移動して一番人いないところにこう座る。確かにね。椅子とともに移動して。なるほどな。椅子持ってきて、はい。で場所をその時作るっていうことね。っていうのと、うん、もうあれがありなんだら僕コメダです。ああ、一緒やな。山形もういない。そこでも一緒のところに選ばんねや。外でも。だからさ、たまにたまにここなんもないじゃないですか。今配信してるの。ほんまに。バーって来て、誰もおらへんのに、この真ん中でこうやっておるときあるんですよ。世界観。世界観すごいな。なるほど、じゃあこれ、こういう陣形になってると。ね、さあ、外行っちゃいますよ。ここでお二人なんですよ。お二人は普段、こちらに。あ、いらっしゃるんですか。でも僕、今決まってんな。僕はもう、でもここです。あ、まあ、今はそうやな。大楽屋のもう一番奥。しんべヱの隣な。はい。そうそう、しんべヱもの、そう。しんべヱもそう。やっかいですね。やっかいが、やっかいかい。で、まあ、人がいない時があるじゃないですか。うんうん、ってなったら、出て行って、ここに座る。うん、あー、そうそう、ここやわー。中心やからな、今井は。ここ。で、ここで、例えば森山さんが来て、一通りここで乗り終わった。うん、いじられた、うん、だったらこっち移動してこっちでいじれる後輩いないか。やめろや。おい、みんなあり
返してるやん。ストレス溜まってるやん。何やねん。その時に体がいるんが僕なんだ。そんなあるんだよ。そんなやわ。ここなんですよ。ほんならこうみんながこうパーってこっち来て逃げるんだよね。この緑がこういうことやね。逃げる。うんうん。確かに。すごい。ほんまこんな感じでフラーって歩いてくるんですよ。いやマジで。あの野球がほんま2年や。だ2年生期日。そう。2年やで、ね、あんまり。2年生なんですよ。すごい。基本はここです。なるほどね。マジでこの通りやもんな。今日もみんな荷物ここに置いてます。絶対置いてる。マジで置いてます。もうなんか大体自分の居場所って決まってくるもんね。決まって大体そうです。はい、うん。なるほど。こういう形で。森山がね、ちょっとそのいらん、やっぱここに入りたいけど、うん、入ってきたら、うん、デビューしましたってツイッターで言われるんですよ。あれじゃん。デビューとかしないと。新兵か。新兵か。めっちゃ太鼓会見やな。例えば、木村バンド、はいはい、木村バンドこの辺なんですよ、いつもね、はい、でもそれももう入りたての頃に、はい、もう勇気振り絞ってここに来たんですよ。初めはもうここでしたよね。ここに入るっていうのはまあまあ勇気が高いのよ、はい、このエリアに入るのはだいぶ勇気がいるエリアなんですよね。で木村が入った時に、はい、新兵がいいって言って写真撮って、うん、木村バンド今日楽屋デビューしましたって。これあれ見て入らんと。そう無理めっちゃ恥ずかしいっすね。それ言われたら割りだる出るよって何やねん。いつもあのだから帰るときに、まあ、今井とか後輩なんで、はい、おつらいって帰るんですけど、はい、ここいるときは、うん、お出しだって先輩さんに先輩なんですよ。そういうゾーン、そういうゾーン。先輩しか偉い、ここは偉いんやね。楽屋で一番偉いゾーン。人格上と思って勇気出して入るのか。なるほど。皆さんもなるべくじゃあもうこの6階のこういうちょっと賑やかな方にこれから行くようにしてください。いや何のアドバイスで。いいやん別にそれで。いや桜井さんもそんな桜井さん。いやそうだ、桜井はだってここにいないよ。やばい。ベローテにも米田にもいない。桜井さんは分かります。桜井さんは不明。桜井さんは5階の事務所にいつもいるんですよ。芸人と喋らず大人とばっか喋ってる。大人とばっかり。大人とばっか。違いますよ。大人今の話全部知らんやろ。これまだこれの読み取れてんこれ。これどこなん。誰が MC？ 一番やばい。6階に現れへん人。これ出てこない。MC がめっちゃこっち側やから。ショートネタスペシャルの時あのエンディング短いでしょ。うん、でも僕エンディング呼ばれたら、うん、エレベーター押して出るんですよ。で、エンディング終わって、はけてきたら、ちょうどエレベーター来てるんですよ。やばい、一番やばいやつ。一番やばい。一番、あっこ座らなあかんやろ。さあ、じゃあお知らせある人。もうエレベーター押してるでしょ。さすがに、押してるやん。さすがに、一回、何回か押してるやん。押してるやん。お前がリモコン持ってるやろ。あれ、リモコンなん。桜井も用意してもらってるんですが、ちょっとここにはちょっといない、はい、いうことですね。使えなかった。ちょっと、はい、ちょっと使えへん。はい、ちょっと、なんか、僕はこの桜井さんとだって、プライベートで目合ったことないよ。ずっとなんか、締めがちやし。安いとかして一番やばい。一番やばい。無理して顔のこの奥見られてる。ということでございまして、はい、お時間ですね。今4400人コメント来てましたか。コメントとかね、せっかくですからね。どんなコメント、どんなコメント、多分見てる人も勇気振り絞ってくれてるんですよ。まあ人見知り基本ね、日本人はほんでむっちゃ多いそうでしょ。MC が一番やばい。バレた、お前がやばい、バレたって、ね、バレたっす、ね、バレたやないねん。さあということでエンディングでございまーす、うん、はい、いかがでした。皆さん楽しかったですよね。うん、まあ、楽しいです。楽しかったですよ。ほんまにだから舞台上というか、うん、これ配信ではみんな元気ですけど、うん、これ終わった瞬間一言もしゃべらない。ほんまに、はい、ほんまにこれ終わったらなんかあれおもろかったじゃないとか言わずに私は言わんかったら、あの瞬間言わんかったら、あの瞬
がゾッとするから。あんだけだね、感情どこ行ったの。いやほんまにあんな目やってここで笑ってくれてたのに、うん、えー、怖っ、不安で、いやいやそれは悪いやもう悪ないねえ、別にいやいや悪ないよ。楽しかったですよ。楽しいですよね。そうそう、楽しいですよね。楽しいだけ見てワイワイしてくれました。そんなことないですか。うまいこと言えないんですよ、こういうのがね。さあということでございまして、明日のお知らせからいきましょうか。はいはい、じゃあはい、翔ちゃんからいきましょうか。はい、4月7日火曜日、21時から、明日の夜9時からです。万劇メンバー、パパ芸人配信、僕たち子育て中、出演は MC ラフ次元梅村さんです、うん、スパン誠さん、ジュリエッタ藤本さん、うん、田中で池田田辺さん、セルライトスパ大塚さん、むしゃむしゃ浜坂さん、タキヨン、サスケさん、からしれんこ、そらさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。パパ、はい、今、そしてこちら、NSC 入ってくださいざっくりとそういうことです。面接も流行ってますんで、募集します。入ってください、お願いします。さあ、ということでございまして、休館期間中はですね、毎日 LINE ライブで生配信を行っておりますと。さあ、さらにですね、はい、本日、はい、なんとですね、うん、東大阪今井さんの誕生日です。出た。さあ、ということでございまして、こちら、いくつになったの。今年で33になります。33歳、ということでございまして、ハッピーバースデーギャグで配信を締めていただきます。手書きで書いてるってことは急遽知ったんだよ。前々から誕生日のやつがやるぞ。あげるんじゃない、もらう方でしょ。ないやったらいいよ。いや、誕生日ギャグあります。あります、はい、わかりました。じゃあ、マジさん、これでお別れしましょう。じゃあ、ちょっと最後、誕生日の日に緊急事態宣言の準備がされるっていう、もう記憶に残る誕生日になった。すごく歴史的な、歴史的な、はい、はい、じゃあ、最後、誕生日ギャグを決めていきます。お願いします。誕生日は誕生日、あなたのお尻にハッピーサースデー。いって、ハッピーバースデー、今井さん。バースデー、炎。何芸人やったこれ。全部分からんくなった。今の終われるわけないでしょ。桜井さんが入ってくるまで待っとかないと。待っとかない。お前長くないで終わってる。お前何言うの。最後桜井さんまで入って、入って3人でやってよ。ごめん、何してんの。それで終わりですよ。じゃあ同じことやろ。そうですね、同じことやろ。同じことやろ。おめでとう。じゃあ最後、誕生日やっていきます。誕生日は誕生日、あなたのお尻にハッピーサースデー。いって、今井さん、おめでとう。ぴょーん、ほな、火の用心。何してんの。ちょっと何してんの。一番に何してんの。何してんの。え、やばいやばい、どうしてんの。何してんの。火の用心。どうしてんの。あー、ほらほらほら、暗っ、帰った。めっちゃ暗いと思うんで、お疲れした。沈黙。